アトミ学園女子大学は東京都文京区大塚市の五のに日本部を置く日本の私立大学である。1965年に設置された大学の略称はアトミもしくはアトミ女子大。前身は1875年アトミ家系によって設立された私立アトミ学校であり、日本人によって設立された私立女子教育機関としては最も古い歴史を持つ。 マインガ、ハイカラさんが通るの主人公の通う学校のモデルでもある。1875年に、アトミ家系によって設立された、アトミ学校に演劇を有する。同校は、元、大阪、中野島に家系の父、アトミシゲタカが開設していた、私塾、アトミ塾に橋を発し、1859年、重慶が、姉が工事家に仕えることになったために、 娘の家計が経営することになった。この塾は、以後7年間続いたが、その後家計は、父の元に赴むくためこの塾を閉鎖し、京都東,東道院2条上がるに土地を得て、塾を新築した。その後、1870年、姉賀光治家が東京に移住したのに伴い、後見家も、一家を挙げて登場、神田三崎町一丁目一番地の姉賀光治邸の一部を、借りて、 新たに塾を開いた。この頃は女子のみならず、男子も学んでいた。その後、家計は、皇室、宮中からしばしばお飯があり、また、上流階級の子女の教育を求める声が多かった。ことから、1875年1月、神田中、猿学長13番地に新校舎を入手し、後見学校を設立する。この年が、 現在、アトミ学園の公式的な創立年となっている。創設者の家系が、明治天皇の皇后、皇太后や家族との関係が深かったため、家族女学校が設立される以前は、皇族、家族の教育をアトミ学校が担っており、その後も多くの名家の女子がアトミ女学校に学んだ。山と秋の漫画、 ハイカラさんがトールの主人公の花村ベニオが通う学校もアトミ女学校がモデルとなっている。また、開校当時、皇后の内位に基づき紫バカマを生徒に着用させた。この紫バカマは世の注目を引き、後他の女学校にも影響を与えた。明治、大正の女学校のイメージとして定着する女バカマはアトミ学園に演を有する。後に、 家族女学校が、エビ茶色の袴を着用するようになると、家族女学校の、エビ茶式部に対して、アトミ女学校は、紫エ門と呼ばれ、上流階級の通う学校として並び称された。アトミ女学校は1944年に、アトミ高等女学校に改組され、その後、第二次大戦後の新学生の元アトケン学園に、再編されたが、そのうちの専攻家が後に、 女子短期大学、女子大学へとつながっていく。大学創設当初、早稲田大学、東京帝国大学出身者が多く関わったことから、両大学出身の教員が多く、特に授業次元は、当時の早稲田大学と全く同じ時間帯となっていた。女子軟式野球部は、競合として知られており、全国大会への出場回数最多を誇る。 1978年に、アトミ学園女子短期大学に誕生した、女子野球同好会、エラーズは、日本最初の女子大学野球部であり、その翌年度女子大学に設立された、バイオレッツが、現在のアトミ学園女子大学野球部の園芸となっている。ニーザキャンパスは、桜の名所としても知られており、 2016年に日本経済新聞が作成した一度は歩いてみたい国内大学の桜名所でランキング1位となった。毎年春には桜祭りが開催され校内が一般に開放され花見ができるようになる。後ミカ系大学バス左上のグラウンド等を要する施設がニーザキャンパス。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成にザ・キャンパスグランド学園祭は、紫祭りの名称で行われており、これは後見女学校時代の紫バカマに由来する名称である。紫を、ゆかりと呼ぶのは、古今ん週の、紫の一本ゆえに、武蔵野の草は見ながら、哀れとぞ見るに基づいた、紫のゆかりという聖語によるもの。 紫祭りは毎年10月下旬から11月上旬の土日にニーザキャンパスで開催され2017年で50回目を迎えた。紫祭りは有志の学生からなる紫祭り実行委員会によって自主的に企画運営され大学側も全面的にサポートする形で行われている。ありがとうございます。